アリコートバリ弦は音色を豊かにする目的のためにピアノにおいてハンマーで叩かれない追加の弦を用いることである。アリコート方式では高音側の3オクターブの個々の音で追加の弦を使用する。この弦は他の3本の弦よりもわずかに2高い位置にあるためハンマーでは叩かれない。ハンマーが従来の3本の弦を叩くとき常に アリコート弦は共鳴して振動する。アリコートバリ弦は楽器全体にわたって振動エネルギーを拡大し、非常に複雑で色鮮やかな音色を作り出す。アリコート弦は1オクターブ高いため、より短い。英単語のアリコートは突き詰めていくと、数個のを意味するラテン語の単語から来ている。数学では、アリコートは等分を意味し、アリコート弦の長さが、 共鳴振動するより長い弦の長さを等分したものであるという事実を反映している。ユリウス・ブリュートナーは1873年にアリコートバリ弦方式を考案した。ブリュートナーのアリコート方式は高音側の3オクターブの個々の音で追加の弦を使用する。この弦は他の3本の弦よりもわずかにに高い位置にあるためハンマーでは叩かれない。 ハンマーが従来の3本の弦を叩くとき、常にアリコート弦は共鳴振動する。この弦の共鳴はアリコート弦の音高と調和関係にある他の音が演奏されたときも起こる。多くのピアノ制作者は共鳴振動を使ってピアノの音色を豊かにするが、デュープレックススケーリングと呼ばれる異なる手法も用いられる。紛らわしいことに、 デュープレックススケーリングにおいて用いられる弦の位置、部分がアリコート弦と呼ばれることがあり、デュープレックススケールにおいて用いられる接触点はアリコートと呼ばれる。デュープレックススケーリングがアリコートを使用していたとしても、アリコートバリ弦とデュープレックススケールは異なる。構成音高より1オクターブ高く調律されるため、真のアリコート弦は響き痛い強い振動を伝える。 二オクターブかそれ以上高く典型的に調律される。デュープレックススケーリングはそうではない。そして、アリコート弦は動きが非常に活発なためダンパーを必要とし、さもなければ、アリコート弦は無制御に音を持続し、音を濁らせる。アリコートバリ弦は楽器全体にわたって振動エネルギーを拡大し、非常に複雑で色鮮やかな音色を作り出す。これはハンマーが、 各自の三本の弦を叩き、エネルギーが共鳴弦へとすぐに伝わることことで起こる。ピアノ格付け本の著者ラリー・ファインは、ブルートナーの音色は特に小さな音量で、洗練され、繊細と述べている。しかしながら、ブルートナー社は、アリコート弦の効果は大音量での演奏においても、等しく明白だと主張している。スタインウェイサンズのセオドア・スタインウェイは百七十二年に、 調律可能なアリコートの特許を取得した。短い長さのハンマーで叩かれない弦は、ピアノの高音側の大半にわたって、アリコートによってブリッジされる。アリコートは常に、各自の上音と調和した振動を生むような位置に、置かれる。これは、ピアノの高音のパワーと持続性を強化した。個々のアリコートを正確に配置するのには、時間がかかったため、スタインウェイは個別のアリコートを見捨てて、 つながった、鋳造棒に乗り換えた。この金属製棒は、デュープレックスブリッジ点の全体をそれぞれ構成する。スタインウェイ社は正確に、ブリッジを、組み立て点注意深く、デュープレックスバーを配置することで、細々と手のかかることなくきっと同じ結果が、達成できると思った。1854年に、ボストンで設立された、メイソンハムリンは個別のアーリコートを使用し続けた。 彼らはこれらの短い長さの弦の調律がデュープレックスバーで得ることができるものよりも正確であると感じた。位置が固定されたデュープレックスバーを用いると胃物またはブリッジピンの位置の小さな変化がデュープレックス弦の長さの不完全さを生み出しやすい。その上、湿度の変化はスピーキングスケールと比べてデュープレックススケールをより早く動かすため、 アリコート1の再調整は、デュープレックスバーの再配置よりも実用性が高い。イタリアのピアノ製造業者初よりは、可変式ブリッジによる独立アリコート方式を採用している。他の弦楽器の製作者は音色を強化するために、割り切れる数のスケール長を用いることがある。こういった楽器の例には、日本のことや、共鳴弦を備えた、非西洋の伝統楽器がある。 ありがとうございます。